どううもすすいいまません阪神カップ相場1等ずつにつにてしゃべってっこうと思います先に余談になるんですけれどもあと8勝でルメール騎手が武豊騎手の212勝を追い抜くということで新記録達成ということで、まあ、ルメール騎手は武豊騎手とちょっとタイプは違うっちゃ違うんですけれども JRA 歴代最高のジョッキーの一人であることは間違いないかなっていうふうに思いますしもちろん竹豊騎手もその一人っていうところで逆転したら逆転したで祝福できることだと思いますね。で比較をするとですねルメール騎手の方がどちらかというと卒のないポジション取りだとかそういったような競馬をするジョッキーかなっていうような感じで。 まあ一番いいポジションを取ってそこから動かす技術のレベルが高いというところあとはレース展開に応じて自在に動けるっていうところがありますねでここ1年半ぐらいはですねかなり日本の競馬に慣れてきたような感じでレース展開によっては後方にいた馬を向こう上面で先端へとっていうような感じでグッとポジションを上げていったりだとかもしくは。 スタート直後から逃げたり先行したりっていうそういったような力のある馬に乗った時の乗り方っていうような強い馬の乗り方っていうところでも大胆な部分もあるのがルメール騎手ですね。で武豊騎手の場合はですねどちらかというと変幻自在の本当に自由奔放な乗り方をしていたっていうような感じが全盛期の時にありました。ですから、 ポジション取りに関してはですね、あんまりスタート直後から気にしすぎてないような感じがありましたね。ま、あのもちろん、ポジションを気にするような、そういったようなレースもあったんですけれども、ポジションが悪くなっても、自在に自分で、どっかのタイミングで思い切って大胆に動いたりだとか、いろいろと、そうですね、 まあなんか神がかったような騎乗が多かったかなっていうような感じが武豊騎手だったかなっていうふうに思うんですけれどもまあでもやっぱりそれは割合というところであってルメール騎手についてもそういったような神がかった騎乗もありますしまあ多少そのマジックマンっていうようなイメージですね今で言うとモレイラ騎手なんかはそう呼ばれてるんですがまあその。 ですか見てて面白さというところは竹豊棋手の方が条件戦からあったかなというような感じなんですけれどもで時代の比較なんですけれども10年前15年前その辺の時代と比べるとですね今は JRA の機種のレベルがすごく上がってるんですよね断然今の方ががレベルが高いですそういった中でルメール棋手はこれだけの成績を残すということはすごいことなんですが。 ただ武豊騎手に関してもですねもしライバルがいたらもっと率のない騎乗というかあの細,細かいところまでレース前からプランを立てて乗るような形をとってた可能性もありましたしそうなったらもっと勝ってた可能性もなくはないのでその辺の比較に関してはちょっと難しいところがありますね、まあ、とにかくコーツつけがたいというところはルメール騎手と。 武にはありますね好き嫌いは別としてやっぱり歴史上この記録を争うに値する2人かなっていうふうには思いますね。でルメール騎手について一つ鍵がありま記録達成できるかどうかで鍵がありましてそれに関しては僕は毎年この時期の冬の競馬についてはしゃべってるんですけれども。 凍結防止剤がどう影響するかっていうようなところですね。で、凍結防止剤はですね、雨が降った場合に、主不良馬場とかになった場合にですね、なんかその、足を取られるような感じに近いような、馬のスタミナだとか、あとは、すがるさっていうところを削ぐような感じの馬場を作ることが多いんですよね。 まあここ数年はそういったような傾向があってその凍結防止剤が今年も同じ種類を使った場合ですねその場合だとダート,ダートの方でですねも不良ババンになった時にレベルの高いうまいジョッキであればあるほど影響を受ける可能性があるんですよねでルメール機種はですね結構2年前とかはかなり影響を受けて 騎手と最終的にリーディング争いで負けたっていうところっていうのはそのの凍結防止剤の影響が大きかったんですよね、まあ、これに関しては、まあ、乗ってたジョッキなんかでも足,足抜きのいいダートのはずなのに力がいるような不思議なババだっていうふうに言う人もいるぐらいでそれぐらい影響するようなところがあってそういったババアになった時にですねルメール騎手は去年はですねある程度対応していて。 その理由っていうのは、そういう馬場だと、逃げ先行、もしくは打ち出ち沿いにこだわるだとか、もしくは最高峰に近いところですね。そういったような極端な競馬をすると、そういったような足を取られるような馬場の影響を受けにくいところがあるんですよね。もしくは、どっかのタイミングで一気にまくり気味に動くだとか、そういったような大胆な乗り方をすると影響を受けにくいところがあって、中途半端な形で、 徐々に進出するっていうような戦法の場合だと馬場の影響を受けやすいっていうような傾向があってそういったような競馬の場合に安定感を欠くっていうことが凍結防止剤によって影響が出る可能性はあるっていうことですねそれでは阪神カップの方に戻りますこの阪神カップはですね毎年スプリンターズステークスマイルチャンピオンシップが終わった後に 短距離馬とが集結するっていうような感じでいいメンバーが揃いがちのレースなんですけれども今年に関しては比較的ちょっと寂しいメンバーになったかなというような感じはあるんですが、まあ、でも面白い馬は何とかいるかなというような感じですね。で例年の傾向を考えるよりかは今年の馬場をまず考えなきゃいけないかなというようなところがあって先週の阪神はですね 内回りだと特にその先行馬や内を通った馬たちが有利っていうような競馬が多かったんですよね。でそ外から追い込んだ馬が届かずっていうようなそういったような競馬が多くて外回りの種コースに関しては比較的外からの追い込み効いてたんですがただ朝日ヒハイフューチュリティステークスみたいに馬場がちょっと渋ると前残りになったりだとか内有利っていうような競馬になったりすることもあったりだとか。 まあ、とにかくちょっと微妙なババではありますんでその辺を条件線から見てババの傾向をつかんだ方がいいかなっていうふうには思いますね。でもしですね早い段階で雨が降ってそのババの中でババが掘れていってうちの方が掘れていってっていうような感じになるとそういうような前残りち目有利っていうような傾向っていうのが薄れる可能性はあるんですけれども。 でも、ある程度、馬場が持っているような状態で競馬が進んでいくと、この阪神カップに関しても、先週同様の傾向が続く可能性はあるかなと思いますね。で、内回りコースの芝のレースがですね、阪神カップを抜かすと1レースだけなんですよね。ですから、内回りコースの馬場に関しては、極端になる可能性が低いんじゃないかなっていうふうに見ています。 まあもちろんその外回りと同じように使うような芝の部分ありますんでその辺が極端に荒れたらっていう部分あとはやっぱり直線に入ってですねラスト 200300m のところは外回りと同じように使う芝コースでもありますんでそこの部分が極端に荒れる可能性があって直線で一気に入れ替わるっていうような可能性はあるんですけれどもまあでもやっぱりある程度先行馬 内見を通った馬たたたちが有利ななななな展開ににる可能性も考えていいこうかなっていうようかよ感じの予想になりましたただ中段よりも後ろから競馬をする馬たちに関しては直線はですね真ん中どころ外に出した方が構想する可能性は高まるんじゃないかなというふうに見ていて中段よりも後ろの馬で特に後方から打ちつきをするような感じだとゴール前で甘くなるそういったようなレース展開も 頭の中にあるかなっていうような感じですね。それと、雨がですね、極端に降ってですね、主不良馬場まで行った場合ですね、そういったような感じになると、あんまりその、馬場の傾向とか考えすぎる必要はないかなっていうふうに思いますし、ある程度、不良馬場まで行くと、逆に自力勝負になることが多いのが競馬ですんで、そういったような感じでも考えてますね。まあ、もちろん、その不良馬場まで行くと、そういう馬場を得意とした、 不良馬場の鬼みたいな馬も出てきますんでそういったようなことはあるんですが、まあ、自力のある馬も構想しやすくなる可能性も高まるっていうイメージはありますね続いてはレース展開について考えていきますどの馬が逃げたそうか先行したそうかなんですがダイアナ・ヘイローは打ち目の枠を引きましたし逃げる可能性あるかなっていうような感じでダイアナ・ヘイローは前走はですね2番手から仕掛け遅れでですね それで直線入った時にちょっと置かれて足を余したような競馬なんですよね普通に早めに乗ってれば馬券圏内には楽に来たかなというような力がありますしちょっとリフレッシュして前走かなり体の使い方とかメンタルも良くなっててそれで今回の追い切り見ても日付いいのでダイアナ・ヘイローあたりが逃げた場合だと、うん、マイペースで早めっていうような競馬ができた場合だと抜け出して後続の馬たちが 苦しむっていうようよな可能性もあり得るかなとはベステンダンクですね大外のベステンダンクこの馬は思い切って逃げるようになってからですね好成績を収めるようになってきたようなところもありますんで大外枠で外回るのを嫌って思い切っていく可能性はあるとは思うんですがただダッシュがつく確率があんまり高くないところがありますんでどうかっていうような感じはありますね大飛びで不器ようなところがあります。あとは そうですね、ムーンクエイクとかですね、この辺みたいな、そちょっと成績あんまり良くなくなってきたようなまでで、すね、もしスタート出た場合だと、思い切ってルメール騎手なら行く可能性はあると思いますね。まあ、ただ、ちょっと気象的に難しいところが出て、フットワークがですね、安定しないような、あんまり良くない走りになってますんで、気象難が出てきたかなというような感じですので、ちょっとあんまり逃げても怖くはないかなというふうに思ってますね。 あとはカルバリオも行く可能性はあるかなとは思うんですがた、ちょっと力は劣るような感じではあるかなというような感じなんですが、このカルバリオはただ、主不良馬場の鬼の可能性があるかなというような感じの走りしてますんで、その場合だと、もしハマった場合だと、びっくりするような走りをする可能性はなくはないと思いますね。まあ全然逆にアメババがダメっていう可能性もあるんですけれども。 ラインスピリットですね。竹豊騎手はですね、まあ、こういったようなレースで一発で狙って逃げる可能性があるタイプのジョッキーですし、行く可能性はあると思いますね。もともとラインスピリットは先行馬として安定してある程度走ってた馬で、それでなかなかそのジョッキーがうまく動かせなくて成績が安定しなかったところはあったんですが、竹豊騎手が乗って馬がちょっとやっぱり変わったというか、 やっぱり玉器が変わると全然違うなっていうような感じがあってまあ、すんなりとハナカ2番手に行ったら今の阪神の前残り君のババっていうところを生かして有利に競馬進める可能性もありうるかなっていうふうに思いますねあとはレーヌミノルなんかも成績が良くないんで思い切っていく可能性はあると思うんですが、まあ、ちょっと気難しくて追わせるところがあって私とちょっと手が合わないのであんまり能力を出し切れるイメージが湧かないようなところがありますね で、あとはまあ、そんなもんですね先行馬逃げそうな馬たちについてはそんな感じかなっていうようなところなんですがまあ、やっぱりその一番怖いパターンというのはダイアナ・ヘイローが逃げたパターンでその場合だと前目もしくは道中内目を通れた馬たちが有利な競馬になる可能性もあり得るかなっていうような感じでそうなると逆に 外のの方をを通ったたた馬馬ちがななし崩にに足を使わされりりだととかロスの大きな競るる可能性はあり得ると思いますねですからそういうような感じの展開になったら差し追い込み馬たちについては外枠の馬たちについては一旦4コーナー前後だけでも内の方に入れてそれでロスの少ない形で回って直線で真ん中ところ外を出すっていうような競馬が理想的になる可能性もありうるかなっていうふうに思いますね。 それでは上の方から一頭ずついきます大名富士大名富士は前走中山の1200メートルで勝ってますねでも元々はですねこのあ1400メートルがベストかなっていうような感じの馬なんで1400メートルに伸びるのは逆にいいぐらいですねただですねここのメンバーっていうのはマイル以上で戦ってきたような馬もいますんでどうしても短距離の 瞬発力タイプよりかは、マイル以上の瞬発力タイプの方が切れる足を使えるようなところがありますんで、そういった意味で素足に関してはそこまで切れ味は目立たないかもしれないですね。でも、このまま前走はですね、ある程度いいポジション、中段ぐらいのところから差すければ、うちの方から気温立ち回って、うまい立ち回りっていうような感じの理想的な競馬ができたんですよね。そういったような 逆質に融通が利いてきたというところは大きいですしまあさっきから言ってるように内目を通った馬たちが有利な展開になる可能性があるということを考えると内枠を引いた大名富士今勢いもありますし調子もいいですしはまる可能性あると思いますね。以前はどうしても後方から競馬するしかないというようなイメージがあって内枠でもあんまり意味ないなというような感じはあったんですが今の大名富士ならこの内枠を活かせる可能性はあると思いますね。 ミスターメロディー。ミスターメロディーは春の3歳 G1 の NHK マイルで構想しましたね。それぐらいの能力はありますんで、流れに乗った時には怖いんですけれども、でも追い切りを見た感じだとまだ完成度が低いというか、頼りない部分はありますね。その分、もし小バの自力勝負っていうような感じのタフなレースになった場合、もしくはババが荒れてそういうような厳しい競馬になった場合だと、 直線で甘くなるる可能性はあり得ると思いますね。まあ、でも内枠引きましたし道中内目で足をためたりだとかもしくは後方に下げて直線だけの勝負をするだとかすんなりと先行してスッと抜け出すような競馬だとか負担の少ない乗り方ができた場合だと十分対応できるだけの能力はあると思いますんで内枠でクリスチャン・デムーロク氏が乗るっていうのは怖いですね。 ですから、手広くだったら抑えた方がいい馬かなっていうふうには思うんですが、まあ、でも、その、やっぱり瞬発力についても、あとはパワー、能力に関しても、少し劣るかなっていうような現状ですので、クリスチャンデモ力ーに期待するしかないかなっていう部分はあると思いますね。あとは、馬場がですね、極端にその不良馬場ぐらいまで行くと、逆にそんなには負担がかからない可能性がありますし、この馬自体、 そういうような馬は得意な可能性もなくはないのでそうですねそう,そういったようなこともありうるかなっていうふうには思いますね中途半端に馬場が渋ったり荒れたりなんかするとちょっと自力がどうかっていうような感じになる可能性が高いかもなっていうふうに見ている部分はありますねでダ,ダートすごくうまい馬なんで今のうちはダートを使った方が出世できるんじゃないかなっていうふうに思ってますね ダイアナ・ヘイロー。ダイアナ・ヘイローはですね、まあ、とにかく、好不調の波が激しくて、気難しいところがあってですね、気持ちが乗ってない時っていうのは、すぐ戦意喪失してしまうっていうようなところがありますね。あとは、ちょっと大飛びで不器用なところがあって、加速するのに時間がかかるようなところがありますんで、4コーナー前後ですね、いかに早めにジョッキーがケアしてあげれるかっていうようなところが重要な中で、 前走祖ひらューが2番手から仕掛け遅れをしてしまいまして、それで4コーナーのところで一旦置かれたんですよね。直線向いたところで一旦置かれて、あそこから差し返して馬券圏内に来たわけですから、このまあ能力かなり高いなっていうような感じで、うまく乗っていれば勝ってた可能性まであるぐらい、それぐらいの能力はあるんですよね。逃げ馬にちょっと飲まれたような競馬でしたんで、ですから今回もし逃げ、もしくは2番手からでも早めっていうような 起乗した場合ですねその場合だと、もしかしたら天界や馬場を味方につけて圧勝まであり得るかなっていうような感じの馬ですね。ですから人気はないんですけれども、能力、単純な馬の能力ということに関しては、上位5、6頭には入るかなっていうような感じ。客室を考えるとですね、自分で競馬を作れるっていう有利,有利さがあるっていうようなことを考えると、 馬の能力は上位5、6頭、もしかしたら上位3、4頭に入るかなというような感じはありますね。で、そういった中で、ちょっとバ、バアがですね、中途半端に荒れたりなんかすると、あとは中途半端に渋ったりなんかすると、もしかしたら、マイナスに働く可能性もありますし、まあ、ちょっと気象的に脆いところがありますんで、ちょっと一,貫い一回、飲めたりだとか、もしくは、バばを気にするような走りになって、太枠を乱したりなんかすると、 ああらあらっていうような感じになる可能性はあるんですがまあでも気分が乗った時っていうのはですねある程度ババをこなせるようなタイプの馬だと思いますんでやっぱりマイペースで逃げたり先行したりできるっていうマイペースで競馬をできるとババを気にしない馬っていうのは多いところがありますんでそういったような客室の優位さっていうところはあると思いますね昼のデイバロー昼のデイバローはちょっとここ数千は調子を落としてますね まあ年齢的なものかもしれないんで調子戻らない可能性はあるんですが、まあ、でも追い切りを見た感じだと前走よりかはいいかなっていうような感じですねで以前の息っぷりがなくなって追走あとは反応っていうところがよくなくなってきてますんでまあ以前だったらちょっと後方からになってもなんだかんだ言って伸びてきたっていうようなそういったような安定して構想はしてたんですけれどもそういったような部分がなくなってきたところで印をつけにくくなったかなっていうようなところはありますね ま、以前から言ってるんですが、このままダートを使った方がいいですし、地方交流重賞だったら、ダートだったら先行できる、逃げたりもできる可能性もありますんで、もっとオ l ルジョッキーを乗せて地方交流重賞を使ったら、重所勝てる可能性あると思いますね。ま、ま今の出来でどうかっていうところはあるんですけれども。スター・オブ・ペルシャ。スター・オブ・ペルシャはデビュー当初から素質を期待されてたんですが、 気象が若かったりだとか、あとは調子を崩したりだとか、ちょっと安定性を欠く時期があって、やっとここに来て本格化してきたかなというような感じがありますね。まあでも今年もちょっと調子を崩した時期もありましたし、やっぱり安定性はそんなにはない馬かなというような感じなんですが、今回の大い切りを見た感じだとかなり気配がいいので、いい時のスター・オブ・ペルシャで出走できると思いますね。で、このスター・オブ・ペルシャについてはですね、僕は、 旧車ランキングっていう動画を上げたときに、そのときに藤沢和夫旧車で今年注目の馬の一頭っていう風に言ってたんですけれども、まあ、重症、もしかしたら勝てるかもしれないぐらい軌道に乗ってきたということで、名前を挙げたんですけれども、ここは結構チャンスだと思いますね。で、この馬、ま、距離はですね、1004ぐらいが一番乗りやすいかなっていうような感じがありますし、内目の枠を引きましたんで、この枠だと、 ジョッキーのですね、優劣っていうところが響きにくい枠ではあるんですよね。前に壁を作りながら足を貯めて、それで直線、真ん中ところ、外に出すっていうようなオーソドックスな競馬ができれば、十分、杉原騎手、勝てる可能性ありますんで、もしかしたら初中勝制覇っていうような可能性はあると思いますね。まあ、特に、前の馬が引っ張ってくれた場合ですね、逃げ馬、ダイアナ・ヘイローとか、他の馬たちが前で引っ張ってくれて、それで、 内目の方から気温立ち回った馬たちが有利っていうような競馬になった時にこういうようなスター・オブ・ペルシャがうまく4コーナー前後スムーズにいった場合だと強い競馬できる可能性あると思いますねで右回りも特に問題はないですし半身も合うと思いますですから僕は本命に打とうと思ってたんですけれどもでもやっぱりですね他にミルコ・デ・ムーロクシが乗ってる ジュールルポレななんんかかがいたりなんかして杉原騎手との,その安定性ということに関しては断然あとは根本的な技術のレベルに関しては断然外国人ジョッキーたちの方が上ですし、まあ、同じ藤沢和夫級者で今日はムーンクエンクにルメール騎手が乗るんですけれども今回藤沢和夫級者が本気で優勝を勝ちにいくんだったらルメール騎手と杉原騎手逆にした方が良かったですね。ですから ムーンクエイークにルメール騎手乗ってきたっていうところ、スター・オブ・ペルシャに杉原騎手が乗ってきたっていうところもあって、こういったような感じになったとは思うんですが、もし今回ルメール騎手がスター・オブ・ペルシャに乗ってたら、迷いなく本命打ってます。それぐらいの馬ですし、馬は強いです。間違いなく強いので、上位3頭4頭には入る馬ですんで、今のところ人気は全然なくて、単勝30倍以上とかついてて、それで副賞も5倍以上とかついてる。 これは大チャンスで狙いたいタイミングですし、狙うべきタイミングかもしれないんですけれども、やっぱり僕はもうずっと競馬見てきてて、杉原騎手とペルスター・オブ・ペルシャのコンビ、ミルコ・デムロ騎手とジュール・ポレールのコンビ、天秤にかけたらジュール・ポレールの方になってしまったっていうような感じがありますね。ジュール・ポレール外枠が嫌なんですけれども、逆にスター・オブ・ペルシャは内枠が 好感を持てるというか狙いたくなるような要素ではあるんですけれどもそれでも最終的に僕はやっぱり過去の経験から確率を考えるとジュールポレールになってしまったとっいうようなところがありますんでマスターオブベルシャはあの,馬あの馬としては皆さんも100円でも抑えておいた方がいいかなというぐらい大チャンスだと思います。ムーンクエイク ムーンクエイクは安田記念の前哨戦の KO 杯スプリングカップで勝ちましてあの時取らせてもらったんですけれども本当に運が良かったなっていうふうに思いますね、まあ、先週の先々週の中日新聞杯の湘南バッハもそうなんですけれども狙いたいっていうようなタイミングになかなか全て理想通りに行くとは限らないところがありますんで まあそういったようなチャンスでムーンクエイクも取れたっていうのは良かったかなっていうふうに思うんですけれどもそれっていうのはその後ですねなかなかちぐはぐな競馬が続くような感じになってましてまああのタイミングだったんだろうなっていうような感じの馬なんですよねで成績が良くないような感じになってきている中でだんだんと気難しいところが強くなってきてましてまあもともとその 走りが大きすぎたり、体の動きが大きすぎたりだとか、その集中力が足らないような感じになることが多いまでして、その部分が強くなっているのが今のムーンクエイクかなっていうような感じですね。まあその、夏の時期はですね、出来は悪くはなかったんですが、短距離ですね、1200メートルっていうちょっと対応できないような距離を使ったことによって、構想できなかったですし、そういった中で調子のいい時にも、 条件の合わないところを使わざるを得ない中で奔走して、奔走すると馬っていうのは繊維層を出したりだとか、何の時難しいところが出ること多いので、まあ、ちょっと使い方が結果として今の不調を招いているかなっていうような感じの馬ですね。ただやっぱりその自力のある馬ですし、ちょっとその今は切れ味だとかそういった部分に関しては衰えてるんですけれども、でも パワーだとか、能力に関してはそこまで大きく落ちたわけではないので、ある程度流れに乗ってワンペース気味の競馬ができた場合ですね、そういうような競馬がハマった場合だとルメール騎手でもありますし、怖い部分はあると思います。ただ気象的にも当てにならないですし、ルメール騎手の奇跡を期待するしかないかなっていうような感じの競馬になりますね。修士。修士はですね、この馬は今回出来はいいと思いますね。 で、前走中山の1200メートルでそれなりの競馬してますし、それで人気してる部分はあるとは思いますし、まあ、きょ去年かおととしこのレース勝ってるんですよね。そういった部分もあって人気してるとは思うんですけれども、ただ、この馬ままですね、もともと乗り方が難しいところがあって、阪神カップを勝った時もですね、うちの方で足を貯めて、ちょうどいいポジションからちょうどいい感じで直線もビクトリーロードを通れた、 たかなないうようよ感じの競馬でその時川田騎手か誰かが乗ってたんですが完璧に立ち回ってレこの馬もともとはですねスピードバーで先行して押し切るっていうようなそういったような感じの馬だった中であの辺の阪神カップを勝った時っていうのは指す競馬を試すような形に近いような感じであってうまくはまったようなところがあって。 まあそういったようなタイミングだったっていう部分もあるんですよね。ですから、今回ですね、同じような競馬を期待できるかというと、確率としてはそんなには高くはないと思いますね。うまくはまる確率は高くはないと思います。ただ、その小さい確率に期待できるんだったら、習字をある程度重い印にするっていうのもありだとは思います。ただ まあなんかですね、やっぱり一番勢いに乗ってた時期ですね、先行してもなんだかんだ言って引っかかっても押し切ったような時期の習字と比べると、凄みっていうものは今はないんですよね。で、馬体とか走りに関しても、一番勢いのあった時と比べると、こじんまりまとまったようなところもありますし、今の習字だと、1200メートルとか1000メートルとか、距離が短い方がいいと思いますね。やっぱり1 0 0とか、もしくは、 もっと長い距離を走っている馬たちが出走しているレースということになると、ある程度その走りのスケールというか、長い距離を使っている馬たちにも対抗できるような、そういったような直線でのスケールという部分が求められるところがあって、もしかしたら今回ージは直線で甘さが出る可能性はあると思いますね。まあでも今すごく心身ともに調子がいいですし、岩田騎手もここ3、4周ぐらい調子がいいので、 内目の枠を引きましたし、前に壁を作って直線勝負っていうような競馬がハマる可能性はあると思いますね。カルバリオ。カルバリオはですね、やっぱりここだと相手が強いかなっていうような感じがありますし、ちょっとその、一瞬の動きが遅いというか、そんなに器用なタイプでもない、大飛びタイプでもありますんで、その辺をカバーできるような乗り方ができるかっていうようなところですね。まあ、ただ、スタートさえ出れば先行できる可能性がある馬ですんで、 そういったような形ですんなり先行して前の残りの馬場だとかもしくは自分で競馬を作るような形がはまった場合だといいところがあると思いますね。でこの馬はですねその何というか力強さと飛びの良さっていうところがあってこういうような感じの走りで思う不良馬場鬼の馬ってたまにいますんでそういったような怖さはあるかなとは思うんですがただ基本的には相手が強いですし。 ここまでは印が回らなかったかなっていうような感じですね。ラインスピリット。ラインスピリットはスプリンターズ・ステークスの時はちょっとババが渋ってましたんでああいうババでどうかっていうような感じで見てた部分はあるんですがでも全然こなしましたね。やっぱりジョッキーが変わると行きっぷりとか反応も違いますんで武豊騎手だと全然違うような感じの走りになった部分もあるかなっていうような感じですね。 で直線でスムーズさを書いてあそこスムーズだったら勝ってた可能性までありましたのでもともとこのまあ力があるまでそれを証明できたかなというような感じではありますねまあ最初からずっとその超一流ジョッキを乗せた場合だとこのまま重症を勝ってたと思いますし大分ぶ1億1億5000万とかそれぐらいは余裕で稼いでたと思いますんでそういった意味で まあこの馬に関してはやっぱりそのジョッキーというところで成績が安定しなかったっていう部分はあるんですけれどもまあその辺に関しては誰が乗っても勝ち負けできるほど強くはなかったっていう部分でもありますのでまあ何とも言えない部分あとは人間関係でジョッキーに乗せてるっていうところもありますのであんまり責められないんですがただ馬の名,の名誉ということを考えるとこの馬はもともと能力があった馬だったということですね。 で幸いにもこの、ま、高齢馬にはなってきたんですけれども能力が落ちてないっていうところがあって逆に心身ともに充実してきたところがあって今回も動きがいいですしまあそのピークかどうかは分からないんですけれどもでも十分現状でも重傷で勝ち負けできる重を勝てるチャンスがある馬だなっていうような感じではありますね。ですからこの出来がもっと 長く続いてくれればなっていうふうに期待している部分はあります。でそういった中で、まあ、やっぱりですねババがああんんまりり悪くななすぎるるとどうかっていうようかいよ感じはあるんですよねですが今出来はいいですしやっぱり百戦錬磨の馬でですねいろんなところで、まあ、何十戦もしてきて本当に偉い馬なんでそういった意味であんまり馬場についても考えすぎる必要はないかなっていうふうに思いますし。 竹豊氏が乗ることでもあただその瞬発力がちょっと足りないようなところがありますんでやっぱりスピード競馬に持ち込んで後半ワンペース気味の競馬でうまくこのままのしぶとさを生かすっていうことが重要かなっていうふうに思いますのでもし直線での用意どんに近いような瞬発力勝負になった場合だと甘さが出る可能性はあると思いますね。で、まあ、でも、もも、前残りとかも多い馬場でも ありますんでそういった意味でまあ、今回の阪神カップの時のババもそういったような傾向が続いた場合だとすんなりと先行して竹井隆氏が勝ち負けまで持ち込む可能性は十分あると思いますね里野アレス里野アレスはですねまあ、この馬は、まあ、一時期調子を崩してたんですけれども2歳チャンピオンですね旭日はフューチュリティステークス候補一期で勝ったことがあるように 元々能力はあった馬ですね。それで今回追い切りを見た感じだとですね多分悪くはない出来だと思いますただ好調かどうかに関してはですねパドックで見てみないとちょっと販路の映像で分かりにくいところがありましたんで現状では出来に関しては何とも言えないところはありますんでパドックでよく見えたら本命を打ってもいいレベルの馬ではあると思いますねでそういった中で やっぱりさっきから言ってるように馬場とレース展開ですね先週の稽古が続いた場合で前残りもしくは内面の方を通った馬たちが有利っていうような競馬レース展開になった場合だとこの里のアレスっていう馬はどうしてもその足を溜めて外から追い込むっていうような形じゃないと持ち味が生きないようなところがあってもしかしたらその直線届かないだとかもしくは ゴール前で甘くなって尻足っぽくなる可能性もなくはないかなとは思うんですが、ただ、ハマった時の切れ味ですね、直線勝負の足に関してはですね、ここではナンバーワンだと思いますし、そういった意味で川田騎手みたいなオイルジョッキーも乗ってて、まあ、とにかく条件的にも1400メートルも合いますし、まあ、普通に本命してもいいレベルの かなっていうふうに思いますんで出来さえ良ければあんまり考えすぎずに買うっていうのもありかなっていうふうに思いますね。バばに関しては極端に主不良バばとかまでいくと意外と追い込みやすくなる可能性もあるかなっていうような感じもありますしこの馬自体も多分極端に渋った方がこなしやすいんじゃないかなっていうようなところもあって、まあ、その辺に関しては走ってみないとわからないんで断言はできないんですけれども。 ババが悪くなった方が逆に僕は狙いたくなるかなっていうような感じの馬ですねレッドファルクスレッドファルクスはですねボーマン騎手が乗るということで人気してるんですけれどもやっぱりですねここ数戦見てても 脚力が落ちたな筋肉の質が落ちたなっていうような感じはありますね。以前のシャープさがなくなってきたかなっていうような感じとバネもなくなってきたかなっていうような感じでそういった中でやっぱり追走もなかなかうまくいかないようについていけなくなったりなんかもしましたし能力的には確実に落ちてると思いますね。ただやっぱりその点に関してはですねパンチという意味で衰えた部分が大きくて例えばワンペース気味になったりだとかもしくは 直線他の馬たちが足が上がるような自力勝負になった時ですねその場合になるとやっぱり自力のある馬ではありますしボーマン騎手みたいなオイルジョッキーが乗ってるっていう有利さもあるんですよねですから十分うまく冷戦開や馬場だとか進路取りがハマった場合だと上位に食い込める範疇の馬だと思いますんで手広くいくんだったら抑えた方がいいかなとは思うんですがでもこの人気だとですね割に合わないなっていうようなところがあって それだったら、他の馬たちのワイドとかに流した方がいいかな？っていうような判断になって、印が回らなかったっていう部分がありますね。レールミノルレールミノルはですね。まあ、この馬に関してはま好不調の波が激しくなってきてはいるんです。けれども、やっぱり一番のその成績が安定しないようになった。理由っていうのは？ 気象面ですね気象面から本気で走らなくなってるっていうところがあって、まあ、そういった中でも体調自体出来自体はそんなに悪くないっていうような時期もあったんですがやっぱりいいジョッキを乗せてないっていうことですねオイルジョッキを乗せたいっていうところがあって私とも手が合わないっていうところがあって能力を出し切れてないっていうような感じなんですよねでまあ厩舎の方もですねちょっとそのメンタルを作るのが安定しないような厩舎でもありますんで そういった影響もあるかなっていうような感じで、まあ、とにかくもうちょっとですねうまくメンタル作ってさらにいいジョッキを乗せればまだ走れてもおかしくない馬ですしこのまあ短距離だったらまだ GI 取れるレベルの能力があると思いますんでそういった意味で短距離でいろいろとしっかりと考えて使ってあげてほしいなっていうふうに思う馬ですね、まあ、やっぱり馬のことを考えると馬の名誉を考えるとかわいそうだなっていうようなところがありますし これだけのスピードと能力のある馬をこういうような感じの成績にしてしまったっていうのは僕はどうかなっていうような部分はありますね。k i ノーテック k i ノーテックは3歳春の G1NHK マイルを勝ったんですけれども、まあ後方からハマったにしても長く足を使って強い競馬だったと思いますね。ただ、 小相手になるとですねちょっと切れ味が足りなかったりだとかあとは大飛びで不器用なところがありますんでうまくかみ合わないレースが続いてますねで、まあ、ある程度中断もしくは好意のポジションを取るような競馬をしてきてるんですけれどもやっぱりポジ,ションポジションを取れば取るほどですね背足の切れが鈍ったりだとか不器用さっていうところも出やすいかなというような感じがあって。 基本的にはですね、なるべく腹をくくって乗った方がいいと思いますね。で、もし展開的に向かなそうだったら、一気にまくるだとか、どっかのタイミングで一気に加速するだとか、そういったような形でカバーした方がいいかなというような感じがあって、最初からポジションを取れば取るほど末が甘くなるっていうようなイメージがありますね。ですから、貯める形だったら、 長く足を使ってしぶとい勝負根性もある馬ですのでそういったところがかみ合うかっていうような部分だと思いますね。で、まあ、今回のメンバーも、まあ、さっきから言ってるようにその逃げ馬先行馬打ち目を通った馬たちが有利な展開馬場になった場合ですねその場合だとこの k i ノテクみたいなタイプっていうのは厳しいところがあるんですよね。ですからそういったような感じになるかどうかっていうのがまず一つですね。まあただ 普通に差し追い込みが効くような競馬になった場合ですね、その場合だとやっぱり自力のある馬ですし、まあ、ちょっとその、まだ3歳馬で頼りない部分はあるっちゃあるんですけれども、まあでも、このタイプは構想してもおかしくはないかなっていうふうに思いますんで、期待はできるんですが、ただ人気もしてますし、やっぱり他の馬たちの方が人気してないところがあって、ワイドで流してみてとか考えると、 KI ノーテックまで手が回らなかったっていう部分はありますね。まだまだこのまあ良くなる可能性があるまだと思いますね。121。ーワンは今年僕はだいぶお世話になったんですけれども今年本格化してですね本当に素晴らしい競馬が多くて今年のマイル先生の MVP の一頭なんじゃないかなっていうふうに思いますね。でまあ デビュー当初から素質は目立ってたんですけれどもちょっと華奢なイメージがあって素足不発になったりだとか乗り方が難しいイメージがあったんですけれども、まあ、今年のこの馬はまずいいジョッキーを乗せてきたっていうところがあってオイルジョッキーを乗せてきたっていうようなところがあってさらに腹をくくるような後方からの競馬を安定してきたっていうところがあって、まあ、そういった意味で この馬の馬素質開花というか、まあ、心身ともに充実したなというような感じで頻波でなかなかここまで安定させるというのは難しいんですが、まあ、本当に厩舎スタッフの方々牧場,牧場スタッフの方々あとは乗ったジョッキーという、まあ、総合力というところで、まあ、やっと花開いたなというような感じですしまあでもやっぱり走ってる馬が偉いですよね。で まあ今回の追い切りなんか見てても調子落ちはそんなにはないと思いますね。ですから、ここでも人気してもしょうがないかなっていうふうには思うんですが、たださっきから言ってる通り、前目、内目の馬たちが有利っていうような展開になると、こういう後方から追い込むしかないタイプですね。外から追い込むしかないタイプっていうのが届かず、もしくは展開不利っていうような競馬になる可能性もありますし、あとは馬場が中途半端に渋った場合だと、さすがにその、 なし崩しに足を使わされたりだとかコーナーから厳しい感じになる可能性もなくはないのでそういった部分がですねちょっとやっぱり不安としてはあるかなというような感じですねこのワントゥーワンはどちらかというと綺麗なバブの方がいい馬ですんでそういった意味で多少は不安はあるかなと思うんですがまあでも百戦錬磨の馬っていうような感じで競馬に行っていい馬ですんで期待,した部期待したい部分はあるかなっていうふうに思いますね。 主、まあ、不良パパまで行った場合に関してはですね、まあ、ちょっと何とも言えないんですけれどもただやっぱりぐちぐちの不良パパぐらいまで行くとある程度自力っていうところを重視したくなるようなところもあってそれぐらいまで悪くなるとワントゥーワンはもう少し印を上げてもいいかなっていうようなそういったような感覚にはなりますね。まあ、福永氏も立ち回りりののままいいででですんであんまり無理ななことをしないので 期待したいい部分もああるるコンビでではあるかななううような感じですねジュール・ポレールジュールポレールはですねみゆき騎手が乗ってた時も十分に走ってるんですけれども、まあ、ただやっぱり安定性ということに関してはですね超一流ジョッキーが乗ってたらもっと安定してただろうなっていうような感じがありますしちょっとこのジュール・ポレールっていうのは追わせるようなところも レース展開とか対立によってはあるんですよね。ですから、難しい競馬になった時に、オエルジョッキーが乗ってればっていうような競馬が多かったんですよね。ですから、今回ミルコデ・ムロクュに安定強化するというところはですね、かなり大きい部分がありまして、ここは狙い時かなっていうふうに思いますね。ただ、僕はですね、枠順を期待してたんですが、外枠になってしまったんですよね。これでちょっと、 信頼性が少し落ちたかなっていうような感じで、それっていうのはさっきから言ってる通り、先行馬、もしくは内面を通った馬たちが有利な展開になる可能性もあって、もしジュールポレールの道中のポジション、隊列の中でポジションが悪くなった場合ですね、その場合だと、もしかしたら飛ぶ可能性あるかなっていうようなところがあって、ちょっと自信が、自信がなくなった部分はありますね。ただ、 まあ、メリコデムーロ騎手はですね外枠でも内を内の方に入れるのが上手いジョッキーでもありましてなんかいつの間にか内の方に入ってるっていうような競馬が多いんですよねそういった部分に期待したいなっていうようなところあとは多少外を回ったとしてもですねやっぱりこのまま強いんですよね多少ロスがあっても伸びてくるっていうような競馬が多かったので直線向くまで足がたまれば いいいいところああるるんじゃないかなかう,うに期待している部分があります、ねまあもちろんそのロスが大きすぎてなし崩しに足を使わされて伸びやぐねるっていうような可能性もあるんですけれども、まあ、考えすぎてもしょうがないかなっていうふうに思いますし専用もいいですしやっぱり人気でも狙いたいかなっていうふうに思いますし一番人気になる可能性があるんですがでも被るということはまずないので。 まあ副賞でも170円以上はまずつくかなというような感じで2倍つく可能性もあるかなというような感じでもありますんでそういった意味でタイミング的に狙いたいなというような感じですねで馬場に関してはどちらかというとパンパンの馬場の方が良かったんですけれどもまあでもポジション取りが悪くなければ足さえたまればある程度はこなすかなというような感じですし不良馬場でもポジションさえ悪くなければこなす可能性高いかなというふうに見てますね。 ベス,テンダンクベステンダンクはですね、まあ、思い切って逃げるようになってから構想するようになったんですがもともとは差し追い込み馬でそういった中でちょっと切れ味が足りなかったりだとかあとは地利足っぽいところがあってうまく勝ちきれないレースも多かったんですが、まあ、理想としてはやっぱり最近やってる逃げ先行っていうような形で後続に足を使わすような主導権を握るような競馬が合うかなっていうような感じですね。 まあでも最近はとにかく調子がいいので好位中段あたりから指す競馬でもいい競馬してますね。ですがやっぱちょっと大飛びで不器用なところがあったりだとか切れる足もそんなになかったりだとかそういったことを考えるとある程度思い切ったことをしないと勝ち切るということに関してはどうかっていうような感じがありますし大外枠でもありますんで思い切ったことをしないと あまり意味のない競馬になる可能性もあり得るかなというふうに思いますね。最後に僕の馬券の買い方についてなんですが、本命馬の複勝を買うっていうのは固定でデュールポレールの複勝をまず買いますね。でまあ、ちょっとやっぱりですね。チャンスのある？馬あ多いかな？っていうような感じですんで。 生まれんで買うとなると手広く行かないと当たりにくいかなというような感じでそういった中でやっぱりジュールポレイルも人気しててそこまで生まれもつくようなわけでもないので生まれんで総流しというわけにはいかないのでこういうような感じである程度絞った中でワイドである程度カバーするというような感じの買い方になるかなというようなところですねで、まあ、ジュールポレイルからの生まれ人気してる馬たち相手でも20倍前後ついてるかなというような感じですんで まあそれなりにはつくかなっていうような感じなんで人気どころで100円で抑えている馬たちについては鳥紙に近いような感じというかまああの大けがを防ぐっていうような感じに近いですね。で本戦としては「スター・オブ・ペルシア」とか「ダイアナ・ヘイロー」とか「サトノアレス」ですねまあそういった中でもあんまり熱くいけなかったっていうのはやっぱり他の馬たちもいるということとやっぱり副賞はある程度集めに行きたいっていうようなところもあってっていうような感じですね。 それでスター・オブ・ペルシャについてはですね、今回人気がないですしどうしても諦めきれなくて100円ずつマレンとワイドで主なところに流したいというのと、まあ、ユルポレールからは熱くいってますのでこういったような感じで行こうかなというような感じですね多少1万円超えちゃうかもしれないんですけれども、まあ、実際にも買うと思いますので、まあ、ちょっと捨てきれないというところがありますね。 他のオープン特別とかでだいぶ美味しい思いはさせてもらってるんですけれども、まあでも、重症でもここ、ここまでのチャンスはないんでっていうような感じですね。以上です。吉本工業